去年がシェイクでしたっけ、僕。去年ですか、ね、スムージーですよね。スムージーですね、はい。で、なんでパイナップルがいいです。パイナップル、あ、パイナップルかリンゴ希望します。はい、パイナップル。お願いします。お願いします。お願いします。なんだ、トモスがやってると思って来ました。そう、先ほど、はい、なんだ、スムージーをご用意してますので、はい、はい、スムージーまず2種類用意してますので、ちょっとお味見いただきながら、どちらか決めていただければと思います。はい、今回パインのスムージーと青リンゴのスムージー2種類ご用意しましたので、冷たい、おいしい、ありがとうございます。どっちも美味しいです。ありがとうございます。トッピングも、はい、ご用意しましたので、こちらが富士リンゴです。で、リンゴとナタデココ。おー、え、これパインにリンゴも入れてもいいってことですか？あ、はい、そうですね、入れていただいても。パインのゼリー、ベリーソースみたいな感じですかね。うわ、悩むな。ゼリーなど入れていただいて、かき混ぜて飲んでいただくと、はい、はい、ちょっとまた味も、はい、変化が出ます、ね、はい。こっちのリンゴは甘いな、ちょっとジャムみたいな甘さが、はい、甘いしますね。パインにします。パインで、はい、スムージーはパインですね、はい、はい、パインで、はい、この甘みの少ないリンゴと、はい、このパインの少ないリンゴとパインの果肉の方ですね、はい、はい、すごい効く。今持った形がこういう形で、これを混ぜて飲んでいきます。はい、ホイップも、はい、ご用意してます。はい、十分、はい、はい、これでいきます。はい、氷もちょっと多めいけますか。はい、アンプル、はい、お待たせしました。はい、こちらの。おお、いいね、いいね。うん、美味しいです。美味しいですか。はい、ありがとうございます。これでお願いします。はい、わかりました。青リンゴの方はいかがでした。いや、僕色も好きだったんですけど、はいはい、果物が青リンゴよりパインの方が好きなんで、今回はプロデュースってことでパインにさせてもらいました。はい、はい、はい、栗林良次投手のプロデュースメニュー、暑い日の締めも任せろ、クローザー栗林の果肉たっぷりパインスムージー。盛りだくさんの冷凍パインとすっきりとした甘さのリンゴゼリーをトッピング、甘酸っぱいパインが夏の暑さを吹き飛ばしてくれます。やっぱ一番やっぱパインの味を楽しんでほしいなと思ったんで、パインのこの凍ったパインを多めに入れてもらって、パインをしっかり感じてほしいなっていうのと、夏なんでさっぱりして、した方が体も心も、落ち着くなと思ったんで、甘いよりすっきりした、味わいの方を取りました。すごく暑くなってくると思うんで、
スムージーを飲んで体を冷やして心を熱く応援よろしくお願いします。暑い日の締めも任せろ、クローザー栗林の果肉たっぷりパインスムージーは7月30日からマツダスタジアム飲食売店ファンシーミール前のワゴンで販売開始です。